当に、約2 0 0キロメートル伸びていた。古代ローマのアウレリアヌス城壁のラティーナ門を起点とし、初期のローマ軍事史上の重要地点であるアルギドス3を通る。カンパニア州への経路としては、アッピア街道に先行して存在したとみられ、紀元前334年に建設された、ラテン人に植民地ケールズは、ローマと街道で繋がっていたはずで、 アッピア街道が建設されるのはその22年後である。地形に沿って建設されているため、まっすぐに通そうとしたアッピア街道よりも建設は容易だったと推測される。経路がほぼ同じラビカナ街道よりも先行して存在したが、後世にはラビカナ街道の方が好まれた可能性がある。その後ラティーナ街道はサッコ川の谷を通り、 現代のナポリに向かう鉄道に沿って進み、ヘルニ貴族の町のそばを通り、アナーニ、フェレンティーノ、フロジュノーネなどを通る。フレジェラへで、リーリ川を渡り、アクイーノとカッシーノを通る。そして、アペニー山脈とロッカモンフィーナの火山群の間を抜けるのだが、元々の街道はそこから突然北東に折れて、山越し、ベナフロに向かう。このため、 サムニウムの領域と接しており、イゼルニアやテレーゼテルメへの道があった。内戦後、ラティーナ街道は、マルクス・アレリウス・メッサラ・コルイヌスを含む、ローマ人グループが修理した。詩人、ティブルスが、ラティーナ街道についての秘膚を書いた、紀元前27年には、その修理の最中だった。しかし、後世になって、ルーフリーから近道を通り、 現代の国道や鉄道に沿った経路を取るようになった。二つの経路は、現在のカイアネルロの鉄道駅のあたりで合流し、テアーノ、ケールズを通り、キャッスリナムで、ボルトゥルの川を渡って、アッピア街道と合流する。ローマからキャッスリナムまでは、アッピア街道では129ローマンマイルの道のりだが、 旧ラティーナ街道では135ローマンマイル、ルーフリーで近道を使うと126ローマンがマイルである。ラティーナ街道の名残は、ローマ近郊でよく見られる。ローマから40ローマンマイルのコンパイタムはアナグナイナム、までは、現在の主要道路になっておらずよく残っているが、そこから先は、現代の主要道路と同じ経路となっているためである。ありがとうございます。